撃つぞ、向こうへ行け。本当に撃つぞ。バカな真似はやめなさい。拳銃を渡しなさい。やめろ、そんなことしてどうなる。いい、会長は逃げた。しくじったな。クソクソクソ。落ち着け。後援会恨んでんのはてめえだけじゃねえ。奴らはいずれ裁かれる。家族連れて日本密入国したけど、金たくさんたくさんたくさんブローカーに持てかれたよ。後援会の会長、返す代わりに仕事しろ言った。息子の治療代払う約束した。面倒見てくれるの約束した。だからやったよ。なのに、なのにあいつ騙した。私家族騙した。そしたら警察に目つけられた。家帰れなくなった。私妻目の前で死んだよ。会長殺してどうすんだ。会長殺すよ。私も死ぬ。邪魔する奴もみんな殺す。この女も殺す。その女関係ねえだろうが。
あのクソどもは俺がいずれ潰す。てめえは引っ込んでな。信じないよ。誰も信じないよ。こち狂いやがって。このままじゃ誰も救われません。いちいち救えるか。僕に説得させてください。リーさん、これに見覚えない？家に戻った時気づかなかった？奥さんが握りしめてた。リーさんに渡したかったんじゃない？リーさん、もうやめよう。必要なのは拳銃なんかじゃないはずだ。うるさい。黙れ黙れ。リーさん、ダメだ。マイ、三上さん。いてえか。俺もてめえが選んだ人生の出来事の一つだよ。てめえの過去に俺は何の興味もねえし、知るつもりもねえ。だから同情もしねえ。いい度胸じゃねえかよ。来いや、おら。三上さん、もうやめてください。幕の引き方教えてやろうが。三上さん。バカ野郎が。密入国者による犯罪行為は後を絶たない。たとえどのような生き方を選んだとしても、そこには自らの責任が伴う。安易に目を背け、自分に言い訳することはたやすい。だがそんなことを続けていれば、目を背ける場所すらやがてはなくなってしまうだろう。運命に立ち向かう勇気を持つことも、時には必要なことなのだ。